今回のチャルロスだえ。おいゴラなんだ。クイズ、私は誰でしょう。アリケン。ダルシム使いのチャルロス星だ。幸せにできるんかい。とりあえず8000万は出したんで大丈夫と思います。最低なこと言ってる。はい。中スレイ中。ユニオンって何人からだい。10。私ユニオン貼っとくわ。ミンドリ早く右行け、ミンドリ早く右行け、ナズピ早く右行け。パメヤンです。パメヤン、お疲れだい。あ、お疲れ様です。元気？元気です。お久しぶりですね。あ、元気ならよかった。全然電話くれないんで寂しいところでしたよ、本当。そう、ずっといなかったんだよ、私。ああ、お帰り、お帰りなさい。あ、ただいまだい。そんだけ、そんだけ。そんだけ。いや、嬉しいです。逆に嬉しいです。ありがとうございます。久々にね、やっぱ。うん、お得意さんだから、はい、マメヤンは。はい、ありがとうございます。じゃあまた必要があったら電話する。はい、また呼んでください。はい、失礼します。おいゴラなんだ。どっちか言語か分かんないえ、はい、はい、そうですね、ごめんなさい。こんにちはだえ。はい、こんにちは。どうされましたか。クイズ、私は誰でしょう。質問を3つまでしていいえ。あなたは太っていますか。はい。あなたはギャングですか。はい。あなたは唐揚げが好きですか。いいえ。なるほど、わかりました。答えはアリケン。大、どっちだ。すみません、忘れました。どっちでも正解だ。チャルロさんですよね。あ、そうだよ。はい、そうですね、すみません。最近何してる。普通に暇でんだよ、これ。いつでも切っていい。あ、そうなんですか。うん、あ、いつでも、わかりました。早切られる。こらはい、すいません。キレって言ってキレやつがあるかい。今ちょっと女の子と一緒にいるんですけど、いいですか、女の子まず。はい。あ、全然いい。こんにちは、女の子。こんにちはですわ。あれ、あ、な、何か二人にはいい。あなたどこの方ですの。私かい。私、ダルシム使いのチャルロス星だ。こんにちはですわ。私もダルシム使いのピンコでございますわ。この街にダルシム使いが。マジか、すごい奇遇です。いや、でも僕は奇遇ですわ。僕はピンコさんとダルシムと戦いましたが敗れました。はい。あ、まあなんかザンゲーフ使ってそうな顔してるえもんね。あ、そうなんです、ザンゲーフ使ってます。ザンゲーフ使ってそうですよね。じゃあだいぶ天敵だよ、今2対1で待ちしたじゃないか。だいぶきついです。だいぶ仲間呼んできた方がいいんじゃないかえ。いや、腕4本に対抗する手段どうしたらいいんですかね。無理ですよ、さすがに。2人で何やってんだよお前ら、もしかして。違いますよ。レギュラーたまたま。違うよ。よくない。くださいよ。違います。お邪魔だったかしら。あらあら。お邪魔だったらしい。うざでネクサ。なんで切ってかけて。自分で切って自分でかけてくんない。すいません、私たち別に付き合ってるわけではないので。はい。そうなんかい。だ、どういう関係なんだい。はい、説明できるかい。はい、大事な人です。いやいや、もう、え、あ、ごめん、あ、もう、はい、ウェディングロード歩いた後かい、これもしかして。はい、はい、はい、そうです。はい、大事な人です。え、おめでとうだよ。そんなおめでとうと言ってもらえるほどではないですけど。はい、どんなところが好きなんだい。あれ、スピーカー聞こえてないですか。あ、ごめんなさい、聞こえてなかったですか、すいません。どんな、え、おめでとう。おめでとうじゃない、おめでとうじゃない。はい、おめでとう。ありがとうございます。ここまで散々突っ込んでたのに、何も伝わってなかった。ピンコさんは大事な人ですよ。違う、大事な人じゃないな。好きなところ語っててほしい。わち、バックグラウンドミュージックやるから、いくよ。いらない。何盛り上がってんだ。好きなところは、うまいな。ダルシムを使って、ルルルルルタバコを開いて、歌の方がでかいの。全然聞こえない。全然聞こえない。全然言えなくても。お前タイミング。ガチのタイミング。なんでかけてくんだよ、こいつ。なんだよ。え、だって暇でんなんですよね。暇でんだ。今あれだよ。ウーバーイーツ食いながらガチで暇しながら。電話してる。最近どうだい。ちょっとピンコさんとはいろいろありまして。実際にいろいろあったんです。いろいろ。いろいろあって。
はい、それはどういうこと。まだあのまだ一応10時半だけどもう行ける話かいそれ。ああもう全然行けます。この時間でも大丈夫。この時間だけでも行けます。はい、まあまあいろいろっていうのね、考えすぎ考えすぎ、もうなんかいろいろやってしまったっていうのが、やってしまった、もうやってしまった、はい、まあ、間違ってはないな、間違った、やってしまったんです。私は何も言ってない、私は何も言ってないからね。どっちからやったんだよそれは。僕から。いい方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 、はい、やってしまいました。私が含みがあり、リードしたんだよね。リードリードとかじゃない、リード。いやもう責任も全部持ちました。あ、もう責任ってことは、おめでとう。はい、違う違う違う、おめでとうじゃない。何ヶ月目だい。今でそうですね、3週間ぐらいいますかね。あの後で、はい、ちょっと気づくの早くない？3週間でよく気づく。どうやって、3週間で気づけるっけ。はい、違う違う違う、勘違いしすぎなんだよ。勘気づくことじゃないしな、雰囲気がね、気づくことじゃないしな、はい、そうです。男のやっぱそういう勘で気づいたってことだよね。記憶ないですよね。記憶ない、いいこと、いいこと。それ、それ、騙されてない、それ鈴木さん。本当ですかね。それ騙されてないから、記憶ないって。騙すとかじゃないからね。本当に記憶がなくて。全然、全然証拠は揃ってますからね、全然証拠は。証拠？え、取ってたってことかい。もちろん、まあ、もちろんですよね。もちろん、うん、で記憶なくしよう。もちろん、まあ、でも酒で酔っ払った勢いでついやってしまったっていうのが、はい、ごめんなさい。なんでこんなにこうも噛み合うんだ、よくないですよね。まあ、でも責任は取ってるんだよ、ね、違う違う違う、はい、責任は取りました。責任は取ってるんだよ。幸せにできるんかい。とりあえず8000万は出したんで大丈夫と思います。お前、え、最低なこと言ってる。はい、養育費ってことそれ。はい、いや、はい、何を言ってるんですか。養育費、養育費って何ですか。養育費ではな、でも8000万払って8000万って結構大ごとになった、ね。まあ、でもこれでピンコさんが幸せになってくれれば僕はそれだけでいいかなって思ってます。すごい、はい、幸せとかじゃないんだけど、ピンコはそれでいいんかよ。お前、私断ったけどね、断ったし、パートナーがお前いいんかいそれで。まあでも私がまあそのセカンドパートナーになっても全然、うん、いや全然望んでない、望んでない。そもそもパートナーじゃないんだよ。どういうことですか、セカンドパートナーパートナーって。どんどん進んで、セカンドパートナーじゃ2人目ってことだよ。あ、なるほど。2人目はダメですよ、さすがに。やっちゃダメですよ。ダメか、はい、危ないんで、僕だけにしてください。しないですよ、そもそもあなたこうなってないですからね。そんなこと言っといて、やっぱラブラブなんだいね。ラブラブとかじゃないから。チューするチュー。何の話ですか、シャルロさん、やってください。違いますよ、シャルロ様。この方が酔っ払って勢いで、うん、後ろ市民の私に、うん、道上で警官なのに、私に向かって発砲してきたっていう話ですわ。クズ野郎だやっぱこいつ。どっちにしろ、どっちにしろクズじゃないかい。そうですね、なので私は反省しております。あ、なるほど、確かに反省の色が伺えるえ、はい、だいぶ。そうです、すいません、なんかいろいろと皆さんにご迷惑かけてしまったことを本当に心からお悔やみ申し上げます。お悔やみ申し上げないです、死んじゃってんの誰か。気をつけるね、もう。はい、ちょ、ダメだよ、もう。はい、すいません。ちょっとダメ、まあまあ、言い方は難しく、まあまあそうですよね。はい、じゃあ次は誰に電話すればいいかい。次、そうですね。じゃあ、面白い人紹介します。はい、じゃあ、庄司さん、赤花のとこに来てくれるかな。いいと思う。よし、これで誰か薬積んでるやつが一人死ぬな。最低最低。